はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。最後まで皆さんに見ていただいているこの映像なんですが、第五人格とゼロ赤い蝶とのコラボの映像になります。まあ以前ね、動画で衣装など紹介した時すごくコメントでもね、好評だったんですが、なんとこのコラボについてですね、第五人格の運営さんよりさらにもっともっと詳しい情報が、公開されまして、まあ、このコラボの全貌がね、ほとんど明らかになりました。ということで今回の動画ではね、そちらのコラボに関して詳しい情報を皆さんに解説していきますんで、よかったらね、動画の方最後まで見ていってください。では早速解説していこうと思います。はい、ということで喋っていくんですが、まあ、前回の動画ではですね、こちらゼロ赤い蝶でのコラボするキャラクターとそのコラボ衣装がね、発表されていまして、それについてね、解説していました。まあ、その映像がね、こんな感じとなっておりまして、まず左側のね、こちら芸者ですが、こちらが黒沢さえ、そして右側にいるのが調香師で、天倉美桜というね、この2キャラクターが、なんとね、今回コラボで実装されるキャラクターとなっております。でですね、こちらキャラクターについてなんですが、新しい映像もね、公開されておりまして、まず調香師の、天倉美桜なんですが、こんな感じのね、映像が公開されております。いやー、ほんとホラー感満載でめちゃくちゃいいですね。うん。で、こちらのね、キャラクターの衣装なんですが、リアリティについてですね、こちらもね、発表されておりまして、なんとこの調香師の衣装、SSR 衣装として登場いたします。はい。まあ、このね、クオリティで SSR 衣装ですからびっくりですよね。はい、ということでこちらね、SSR 衣装の調香師で、ございます。続いてね、2キャラクター目、こちら芸者の、黒沢サイなんですが、このキャラクターもね、新しい映像が公開されております。それがこちらです。いや、この映像もね、めちゃくちゃいいですね。ほんとこのね、原作をね、遊んでる人からしたらたまらないと思います。いやー、めちゃくちゃいい。で、おそらくこれが上が、芸者のね、携帯変化した時の姿で、まあ、下が通常モードのね、姿かんだと思います。で、これね、気になるリアリティなんですが、まあ、調香師が SSR だったんで、まあ、こちら UR かなと思っていたんですが、なんとですね、こちら芸者に関しても SSR 衣装ということが、判明いたしました。はい、ですので、まあ、芸者もですね、まあ、調香師と同じく SSR 衣装となります。はい、ということで、今回の、まあ、コラボで実装されるキャラクター2人は、まあ、どちらとも SSR という感じですね。で、今回ですね、なんと、まあ、こちら衣装だけでなく、携帯品もね、実装されることが、発表されておりまして、まあ、先ほど調香師が持っていた手に持っている、おそらくこれ、カメラなんですけど、まあ、このカメラがね、まあ、今回の、携帯品。まあ、ちょっと、レアリティに関しては発表されていないんで、まあ、SR の可能性もあるし、SSR の可能性もあるし、まあ、はたまやね、UR の可能性もあるんで、まあ、ここに関してはまだちょっとわからないんですが、とにかくね、まあ、この携帯品も実装されるということでございます。でね、まあ、この気になる衣装や携帯品の入手方法なんですが、運営さんからね、詳しくは発表されていません。まあ、現時点では SSR 衣装が登場とかね、いうことだけ発表されていますんで、まあ、まだわからないんですが、まあ、これおそらくね、まあ、ショップでの販売かなというふうに思います。まあ、今までのコラボもね、だいたいガチャじゃなかったら、ショップっていう流れだったんで、まあ、今回もそういう感じかなと思います。で、こちらショップで販売される場合なんですけれども、これね、まあ、どちらとも SSR 衣装となりますんで、1388エコでね、まあ、買うことができます。まあ、大体日本円で3000円ぐらいになるのかな。まあ、なんでね、今のうちに準備しておいてください。で、こちらですね、まあ、かけらで購入することができるかっていう話なんですが、まあ、最近の第五人格のコラボはね、本当に結構エコー限定が多いんですね。うん。まあ、本当第五人格1年目の伊藤潤二コラボとかはかけらで買うこともできたんですが、まあ、最近は本当にかけらで、買えないことが多いんで、まあ、こちらもね、まあ、エコー限定かなというふうに思います。はい、そしてついでですね、実装日、このコラボの実装日について喋っていこうと思います。この実装日もですね、運営さんから発表されておりまして、これ結構ね、びっくりする人も多いと思います。なんとですね、この2022年11月の24日の木曜日からね、このコラボを開始します。この動画投稿した4日後ぐらいですね、もう本当に早い。いや、今回のコラボ発表から実装までがね、めちゃくちゃもう爆速でした。いや、もうちょい遅いかなと予想していたんですが、いや、かなりね、予想外のね、速さですんで、もうすぐ来ますからね、まあ、ちょっとね、楽しみにしててください。はい、ということで、続いてがですね、現時点で運営さんから発表されている最後の情報になります。最後なんですが、これ、なんと衣装のでね、実際に動いている映像が公開されました。なんでね、早速一緒に見ていきましょう。はい、ということで、こちらがですね、ゲーム内の展示の映像となっております。いや、本当にクオリティが高いね。もうさっき見た映像の、画像のそのままだもんね。いやー、非常にいいですね。これがね、調香師の SSR 衣装ですね。うん、いやー、いいね。これ見ると本当に原作もね、プレイしたくなりますよ。めちゃくちゃストーリー性があるんですよ。さっき一番最初に流してた PV もね。そう、本当にね、だからね、一回プレイしてやったら、またね、違うね、感動が
ありそうです。いやー、非常にいいですね。うん。こちら。もうこれもね、ほんとストーリーがあるんでしょうね、めちゃくちゃ。もう、プレイしてる人からしたら、うわーってなるんでしょう。で、これがね、芸者でございます。おー、すごい。いやー、二人いますね。うんうん。僕ちょっとプレイしないんでね、ちょっと感想がね、そっけないんですけれども。さあ、こちらで、芸者のね、衣装となってます。これもね、SSR 衣装。わー、いいですね。なんかこの、芸者の、こういう衣装ありましたよね。こういう花婿の、なんか和風バージョンみたいな。なんかそれを連想させますね。そして、どうなるんだ。おー、すごい。おー、かっこー。おー、怖っ。怖っ。びっくりした。めちゃくちゃホラーでびっくりした。これはちょっとテンション上がるな。いや、そしてかっこいいな、この画像。いや、めちゃくちゃ良かったですね、ほんとにね。いや、最後の芸者のもう、怖すぎるでしょ。いやー、いいね、これほんとホラー好きたまりませんね。いや、久々のこのね、ガチガチのホラーとのコラボですからね。いや、ほんと楽しみ。まあ、SSR っていうところで、まあ、ね、結構買いやすいっていうところもありますからね。うん。まあ、高いリアリティの方が嬉しいっていう人もいるけど、まあ、多分ね、安くて買いやすいっていう方が多分嬉しい人も多いと思いますんで、まあ、この機会にね、ぜひ SSR 衣装、どちらとも SSR 衣装になりますんで、楽しみにしていてください。で、あと一個ね、携帯品の方なんですけど、まあ、これがね、まだ全然情報出てないんですよね、携帯品の効果とかも。そう、だから、ま、今後、まあ、今なんか第五人格の運営さんが毎日いくつず情報をね、なんか小出しにしてて、してるんで、で、まだ実装まであと4日間あるから、もしかしたらこの動画投稿したね、まあ、また別、次の日とかに、ま、運営さんからね、まあ、情報が公開されるかもしれません。はい、まあ、なんでね、あそこも楽しみにしててください。うん、投稿者の携帯品もね、効果があったら嬉しいよね。まあ、でも、まあ、コラボの携帯品出るって言って、まあ、今までね、SR、携帯の効果がないんで、SR だったってこともあんまない気がするんで、まあ、大体 SSR とかだった気がするからね。あそこは期待してもいいのかなと、まあ、いうふうにあれ思います。うん、いや、ほんと楽しみです。あまりにも早いね、登場でしたけれども。いや、ほんとにいいね。もう11月すぐ楽しめる。うん。いや、ほんと原作を遊ばないとな。いや、ちょっと時間が、このゲームって結構時間かかりそうなね、ゲームですからね。ストーリーがすごい、もう、すごいから。いやー、ちょっとね、気になるところではあるんですが、まあ、ぜひ皆さんもね、今回のこの、動画のね、まあ、意見とかコメントで教えていただけたらすごく嬉しいです。ということで、今回もね、動画の方ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひこのコラボね、楽しみにしててください。ではまた次の動画でお会いしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。